ねえ、俺さ、ホテル活業の話したっけ？ね、ホテル活業の話した？ちょっと、待ってな。一回みんなに、俺忘れもしない。自分が19の頃の12月17日。待ってな。ほー、みんなほんと鳥肌注意だよ、マジで。これ夜にした方、夜にするとマジで、ちょっと薄気味悪いからしないけど。こういうね、悲しい事件があったんだよ。コメント見えてるかな？茂原市に千葉県茂原市女子高校生殺人事件とは2004年。ってことは12年前。19歳だよね。俺が19歳の頃に、文字読めてる？千葉県茂原市にて発生した斎藤義人ら5人による、竹中香織さん、17歳の拉致強姦殺人なのね。で、これが、ホテル活魚っていうところで、行われたんだ。見てね。斎藤らは12月27、22日の午前4時。12月22日の午前4時に、女の子拉致して、ホテル活魚っていうところに、遺棄したのね。多分朝方に。あ、朝方じゃない。夜か。その日の夜に。で、見つかったのが、おそらく翌日の、違う、この日の夜11時とかに見つかってんの。それか翌日の夜11時とかに。で、俺たち、免許取り立てで千葉県出身なのね。なんかちょっとさ、心霊スポット行こうぜ、っつって。男、なんかクリスマスも近づきさ、彼女いなかったから、心霊スポット行こうぜ、っつって、ホテル活魚って、ホテル活魚に、天狗ちゃんと俺と、スケボーキングと、あと、なんだっけな、4人ぐらいで行ったわけよ。この日に。で、ホテル活魚って、この事件の前まで、出入り自由だったの。元ホテルの廃墟だったのね。だから俺たちでも普通に入れたの。で、うわーっつって散々荒らしまくって、荒らしまくってってか、ぶっ壊したりしてないんだよ。ぶっ壊したりしてないけど、バーって回って、ね。俺たちが、行ったのが夜の9時ぐらい。夜の7時から9時ぐらいの間。で、死体が見つかったのが23時。俺たち、この女の子が亡くなってるホテル活用で、集団で、なんていうの？肝試ししてたの。説明たどたどしいでしょ？俺今でも怖いんだよ。本当に。すごい怖いでしょ？みんなくっそ青ざめたからね。で、そこでさ、死体見つけちゃってたら、もうちょっと、鳥肌が止まんないんだけど、やばいでしょ。誰が死体見つけた？いや、警察が、その犯人の供述、ないかねえかな。供述で、おそらく23時ぐらいに見つけてるはず。ないかな、みんな、汗だよ、ほんと。ちょっと待ってね。ほら、ホテル活業死体遺棄事件。なんかねえかな。本当に俺の中で人生で最も青ざめた。ないか。いや、犯人たちと出会ってたらとかさ。いや、12月17日だって、12月22日だった。容疑者は多分死刑になっ、あ、懲役13年だって。もうすぐ出てくんじゃん。拘置所で自殺とか。すげえおぞましい事件でしょ。懲役14年とか無期懲役とかさ。ものすごい、これはね、俺の中でビッグニュースだったね。だって、下手したらさ、犯人と出会って俺たち殺されてたんだよ。もう自分の中での一番ゾッとする。ただあんまりさ、自分のさ、ニコ生じゃなきゃこんなこと不謹慎で言えないじゃん。公式じゃさ、いや、実はそんな殺害現場でって言えないじゃん。建物事件何？俺ちょっと
見れないんだけど。急に俺なんか、たどたどしくなっちゃったでしょ。本当に怖いんだよ、その話すると。本当に怖いんだよ。おじゃが池と、ホテル勝魚と、なんか有名なね、あるんだよね。お前、スマイリー菊池だったら誤解されてたぞ。ちょっとよくわかんない。ちょっと何言ってるかわかんない。あったんだよ。俺の中でのその、一個、ゾッとするニュース。なんで今更言うの？いや、過去にも何回か言ってるんだけど、あんま詳細に話したくなかったのね。千葉出身だって言うの隠してたから俺。最近だ、ここ半年ぐらいだからさ、俺千葉県出身だよって明言したの。言えなかったの、言いたくても。でも怖かったわ。